じゃあいただきます。うまい。あ、うまいな、これ。うまい。あ、うまい。うめえ、これはうめえ。うん。ああ、これはすごく美味しいですね。うん、煮て正解。うん。ぬめり取ったの正解かも。かけた。やべ、うますぎてトリップする。骨いけるね。うん、そんなにじっくり煮込んでないんだけどな。うん、うまい。上質な白身魚ですね。うん、ヒレは取った方が良かったな。うん、取って正解だね、尾びれ。うん、めっちゃうまいぞこれ。なんだろう。うん。おお。うますぎるだろこれ。ちょっと一気に食っちゃうわこれ。止まらん。昨日の早はまあ臭かったけどね、こっちはうめえな。こんなうめえ魚なのか。カサゴに似てるねやっぱり。うん、うん、あーうまいわこれ。うますぎ。あ、もう食っちゃったよ。もうあと生姜しか残ってない。いやー、ごちそうさまでした。ありがとうございました。命頂戴しました。いやー、よかったね。今日はあの釣りの内容も良かったし、うん、まあただこれを偶然に終わらせないためにちょっと今日なんで良かったのかっていうのをちょっと検証する必要あると思うけど、ということで、命を頂戴して食べるところまでが次なので、皆さんこちらすごい美味しいです。うん、個人的にはやっぱね、刺身ってね、なんか邪道な食い方だと思うわ。まあ分からんでもないけど、俺も刺身好きで実はもう買ってるんだけど、刺身、アジの刺身。やっぱね、やっぱね、あれですよ、火通した方がやっぱうまみっていうのはすごいよく分かりやすくなるね。やっぱ火によってそのタンパク質が分解されてアミノ酸になって消化しやすい形になるし、なんかうわ、寄生虫とかいるんじゃないの、当たるんじゃないの、怖い怖いって思いながら食うよりも、その精神的安定的なところではあれだし、
皆さんコチの、酢醤油煮かな、生姜入れてお酢入れて醤油入れただけのやつ、もうめっちゃうまかった。もうないもん。もっと食いたかったもっと食いたかったね。だから、この強化は次に続けられるように、それでは、またのー。